準々決勝、千葉ジェッツ対トヨタ東京準々決勝、リンク、栃木対日立東京東日本大震災、復興支援第90回天皇杯、第81回皇后杯、全日本総合バスケットボール選手権大会は、2015年に1月1日から12日までの期間に開催された、全日本総合バスケットボール選手権大会。通称オールジャパン2015。 男子は、日立サンロッカーズ東京が初優勝。女子は、JX、エネオスサンフラワーズが2年連続19回目の優勝を果たした。大会は、国立代々木競技場、第1体育館、第2体育館と駒沢体育館、大田区総合体育館の4会場で開催し、トーナメント方式により優勝チームを決定する。 1>, 1チームの選手数は日本バスケットボール協会に競技者登録された16名以内で外国籍選手の出場は同時間帯につき1名まで参加資格があるチームは日本バスケットボール協会に加盟登録されたチームで男子は次の K36 チーム女子は次の K32 チーム3回戦早稲田大体新潟3回戦 j x エネオス対東京健康医療大3回戦、つくば大対伝送3回戦、豊田対秋田銀行準々決勝、東京 EX 対広島準々決勝、三菱電機名古屋対東芝神奈川。ありがとうございます。